我が野獣たちの群れに活目せよ。脅威と歓喜の空間、ここでは全てが満たされる。ベックスは自分たちのコアのアルゴリズムしか理解していない。奴らは全てを支配するまで止まらないだろう。ふさわしい挑戦者が必要なようだ。光の子よ。わしのロボットを見なかったが、役に立たないおもちゃだ。ベックスからインスピレーションを受けてな。
のための機械的な殻であり、マギマ。やつらの方法論には目を見張るものがある。空と深淵、苦悩と戦争、喜びが目の前にあるというのに、なぜそのようなことに一喜一憂するのだ。
前は野獣たちの群れにふさわしい存在か。それだけの価値があるというのわしの影になるべくして生まれたので間違いない。